はい、どうも皆さん、こんにちは、岡村です。今日はね、そのね、長時間飲むタイプだから、ゆっくりじゃなくて。それ本物のあれだね。そう。いつも一人だったからさ、なんか、いいわ、こうやって友達がいると超安心するわ。うん、カブの漬物がうまいから、わかるな。まだあんの？あるよ。ペース上げるわ、カブ。めちゃくちゃあるよ。いいね。でちょっとこの長時間かけてこれ食べなきゃと思って、うん、ペースを全然全然、あ、思い切っちゃって、思い切って、じゃあいっとく？まだいい。いけ、相撲取りにいけ。最高。いいよね、こういう釜にはね、うん、なかなかこう外でね、なかなかね、もう外で出ることもないし、飲み行けないからさ、釜には平和にね。そうじゃあ痛いですね。もう決まっちゃってる。もう350ml ぐらいでも決まっちゃってるけど。でもほら、これから禁断の質問タイムがあるから。そうだね、禁断の、うん、今さら NG ないしね。 NG ないよ、うん、じゃあズバズバあの人のように聞いていこうかな。陽光チャンネル、軽いね。陽光チャンネル、なんかね、質問いっぱい用意してたんだけどさ、うん、まあでもこれ野球選手っていうとさ、うん、なんか契約金がさ、やらし、契約金がさ、ドバッと入るじゃない、うん、でドラフト終わります、うん、いつドンって一括？なんか俺の場合ね、その他の人がどうかわかんないけど、いくらいくら？これ7500。そうで、うん、でそのなんか入団会見みたいな、その契約みたいな感じで、うん、その契約の時にここに7500のバンって置かれる。現金で、うん、模型じゃなくて、うん、もう模型じゃない、この金額ですって、うん、でその金額からいくらその貯金に入れますか、うん、これだけ今手持ちで持って帰りますかみたいな、持って帰ってもいいですよみたいな感じの話があって、うん、で1万だけ1万？1万？いやいや、これを持っていったらまずいと、まあまあまあ、それはね、もう大量にさ、まあ、危ないしね、うん、でもその記念に何かしら持って帰りたいから、うん、それ1万だけ持って帰っていいですかって言って、あとは全部入れてくださいって、うん、へえ、残りがなんか後でまた入るんだけど、うん、2回に分けて確か入ってた気がする。あ、まあでもそのなんか税金とかもね、まあね、もうめっちゃ持って帰れるから、そうですね、全然入らんやって感じにはなるけど、うん、逆にそのもらった1万で何をしたの？その1万円を持って帰ったわけでしょ。持って帰ったね。いや記念に残しとこうみたいな感じだった気がするけどな、うん、今どこにあるの？コンビニで使っとわんか。コンビニで使っとわんか。記憶ないんだよ。すごいね、7500万が目の前にあるなんていう経験ってそうだよね、ないから、そうだよね、普通ね。確かに。でも分かんない、俺ちょっと記憶がちょっとさ、あれになってるから、もしかしたらちょっと違うかもしれないんで、僕の記憶の中ではそういう感じでした。あんたって記憶がね、なんてったって記憶がないから、うん、本当にね、1ギガバイトしかないからすぐいっぱいになっちゃうんだよね。いっぱいなる、ストレージが。本当に回らない。お寿司屋さんとか行ったわけでしょ。うん、福井さんが、福井さん、福井さんがいっぱい連れてってくれた。へー、広島の遠征先が多かったかな。美味しいご飯屋さん知ってるから、福井さんが。でもやっぱあれだよね、逆にその野球選手で食通な人はいいよね。
地方なんて分かんないじゃん。すごいよね、うん、憧れる。先輩を連れてくれたところに後輩を連れてくとか、あるけど、なんか受け継がれてくかもしれないね。ヒロキが行った時の広島って、マエケンさん行って次の年かな。あってはない、重なってはない。重なってはないけど、なんか初勝利した時に横山君おめでとうみたいな感じでブログみたいなの書いてくれて、やばいよ。もうみんなに自慢したもん。それコピーしてさ、保管してる？保管した。でも、そうなんだ。その時も黒田さんカムバックで、まあ俺の思い出はやっぱ黒田さんのね、うん、ロッカーが隣やったり違う。すごいね。背番号順ってこと？いや背番号順じゃない、もう全然もうバラバラだから一人抜けたところに入るとか。あ、じゃあもうほんとたまたま黒田さんで、このぐらいの角度に新井さんで、俺がここ。やばいじゃん。やばい。もうさんまさん、さんまさん、ダウンタウンさんって書いてある。あ、そうそう、でそこになんか若手の芸人が入るみたいな。緊張し、ロッカーすらも緊張してたから。緊張するよね。でも唯一ね、安倍さんがね、うん、あのよその黒さん、僕、安倍さんで、安倍さんがよくこうちょけてくれてたから、なんか打ち解けれたかなと思って。あ、いいね、そういう。菊さんと安倍さんがなんかすぐめっちゃ喋ってて、うん、でそこになんか僕が、いやこの人たちめっちゃ面白いと思って、こうお互いいじり合ったりとかして聞いてたら、めっちゃ面白いから、なんかこう、めっちゃ面白いみたいな感じでこう でいじってて、その安倍さんのことをいじった菊さんが、横におる横山をめっちゃ笑ってっからみたいな、実はいなって言われて安倍さんが殴られるみたいなの流れやったね。ホームのカープはめっちゃ、あ、雰囲気だね。雰囲気めっちゃいいと思った。欲しかったよ、カープは。お客さんのね、あ、そうだね、すごいなんか近いというか、熱血やしな、なんかあったかい感じが。めっちゃ仲いい神戸の先輩で、飯田さんって人がいるの、うん、で飯田さんってピッチャー、あ、そうそう、今は、あ、アジア、今選手やって球団職員なんだけど、にちょっとなんか雰囲気俺似てるんだよ。なんか夜中の1時ぐらいに、まあそう、まあ要は一人暮らしをしてたのかな、うん、まあ夜中の1時ぐらいで、なんかもうカープユニフォーム着た人たちがいっぱい飲み歩いてる、その広島っていう街は。でいろんな人がいて、で10人ぐらいのおじいちゃん、おばちゃんたちが歩いて前から来て、俺一人で歩いてたんで、日の道をその飲み屋街みたいなところを歩いてて、そしたらおじさんたちが、おー、飯田じゃねえかみたいな、飯田明日も頑張れよみたいな感じで言ってくれて、めっちゃ時計だって。俺横山なんだけど、それでも飯田さんが夜中になんかこうね、そういう繁華街を歩いてるみたいな感じで思われるのもごめんなさいと思いつつも、まあ俺は思われるよりはいいなと思って頑張りますって言って頑張りますって。そこはね、そう、ちょっと飯田さんに申し訳ないけど、それがまあ寮にいる時だったらね。寮にいると何、門限とか、門限外になっちゃうから、まあおかしな話で。でもね、大学の時のね、寮に門限、大学は時効あるから。まあそうですね、そうですね、大学の門限とかもだいぶ夜中抜け出して一緒にスキー行ったりとか抜け出してランボーみたいなよしよし、長野行こうで今から新宿バス行けんじゃねえって行ったよね行ったよね、はい、だよね、あれ思い切ったよね。いや、後輩に札だけ買えとかなんで、それはしたら俺唇当ててるだけだろ。いやいや、まだあるけど、いや結構ポッポしてきた、うん、まあ、もう俺は赤いよ、ね、赤いと思うんだけど今、そんなことない。でもね、この電気がね、ちょっと赤い感じだから、
思ってるより高くないんだよ。マジで？うん、だから、まあ、飲んでないだけなんだけどね。行くぜ。お酒とお寿司は合うね。美味しいよね。あ、エビいった？興味深いね。大変だね。野球選手も。美味しい。うん。ふと考えた時に、なんか会社の上司が、黒田さんとかで分けちゃったら全然違うなと思ってうちの上司と、なんか、いや、まあ、どこの会社もそうかもしれないけどさ、すごい環境にいるなって。そうだね。なんか、お前早く来いよって言われたら俺もうすぐ言うこと聞くしね。もう黒田さんだもんね。初勝利あげた時もね、おめでとうみたいな感じで、これだけでなんかもう一生覚えてるもん。なんかもう手洗えないね。思ったその時。マジで思った。ここは洗えんだと思った。すごいね。うん、すごい人だよね。おめでとうっていう一言がまたすごい深いってか重いよね。重いよね。あの人の言葉は。監督とかやらないのかね。ねえ。わかんないよね。絶対怖くないと思う。あ、でもどうだろうね。敵には厳しい、勝負ごとにはもう絶対もう勝つっていうあれはあるよね。味方にはすごい優しいと思う。いつもニコニコ笑ってるイメージがあるな。みんながかけてるのを見てかっこいいよね。今プロ野球終わったけど、ああいう大人になりたいと思うもんね。そうだよね。人間としてなんか素敵だよね。いいね。そうなりたいね。株。株。株？うん。エフェクトじゃなくていい。株。さっき。え、何飲むの？そろそろちょっと濃いの行きたいね。濃いの。濃いの行きたい。梅酒、シークワ、サーサワ、カルピスタワー一気ほんと学習レベルだね。今日、自分で4回目4回頭打ってるカルピスタワーやな。クソ可愛いじゃん。いやいや、サワー濃いめって聞いたことあれ減らしたい。